この間、ナックルアームのね、ボルトが折れたので、部品を発注しました。で、今回は、ケースを外さないでやったので、このまま横着ですけど、組み付けていきたいと思います。まず、これを最初に入れないと、このブレーキホースが取ってないので、当たって、入らないので、まずね、もうこれそのまま入れちゃいます。はい、入れてプラファンかなんか、はい、入んねえな、入んないの、入んないもんなんだね。これだら購入したこのボルト入れていきます。それで対策品のね、あのボルトなんで、上にあの固定器、こちらのトルクスレンチのボックスがあるので買いました。KTC から出てる品番は E12 ですね。はい、こちらを買ってみて試してみてください。こうなってます。なんかうまくできそうな気もしないけどね、なんか失敗しそうな気がする。意外と当たるんだよね、こういうの。なんだ入んにゃ。入れてみましょう。まっすぐにするか。あ、入ってく入ってく。ん？入ってくのか？なんか心配だな。入ってくけど合ってんのかな。なんか怪しい抵抗になってきた。怪しい抵抗になってきたぞ。怪しい怪しい、何これ、長さが違う。そんなことないよね。うわー、なんだこれ。なんか怪しい、かなり怪しい。やばい。
これはすんなりいくな。斜めに入れちゃったかな。最悪だよこれ。やべ、マジかて。本当？いい？なんでこんな硬い？やばい？やばい？やばそうじゃね？やばそうじゃね？これ。普通じゃね？こいつもやべえわ。くそ。なんか怖いね。すごい怖い。こんなに硬い？こんなもんかな。硬いでしょう。あ、これは硬い。これは絶対硬い。ここよりも全然硬いもん。どこまで行っちゃうの？どこまで入っちゃうのこれ。どこまで行ってんだろうな。もう行くしかないねこれ。なんかおかしいけど。これ。うわあ最悪だ。一巻きか二巻きぐらいか。よいしょ。これでなんだよ。どれぐらい締めんだろうな。難しいな。怖いな。やべえ、わかんねえ。めっちゃ入ってくんだけど。よいしょ。こんぐらいだろう。こんぐらいにしとく？こんぐらいにしとくか。ちょっとわかんねえな。かなり怖いですね。これとかもさ、こんぐらい？こんぐらいにしとく？まあ、後から締めれるかもしれないからさ。そしたらですね、
このコーンワッシャーっていう、このコーン、こういう形のワッシャーを上に入れます。そしてこのナットですね、このナットを締めます。あ、違うわ、ワッシャー入れんだ。その上にワッシャーだ、これ。いやー、これどうなんだろうな。入んねえもん。いってらっしゃい。こんな感じでいいのかな。これなんかもう失敗してる気がするわ。かなり。かなり失敗してる気がしますが、ちょっとやってみましょうかね。そもそもまあ邪道のね、組み付け方をしてるから、俺がこれとか入れすぎちゃったのかな。これもうだって入んないもんね。こんな感じでナットをね、締めていきましょう。よく分かりませんが17だね。17のボックスでね、ちょっと締めていきたいと思います。後輩に部品頼んだらいらない部品まで頼みやがって、マジで腹立ってますね。なんかわかんねえけど、こう徐々に締まってる感じがしますね。
隙間あるね。てかやっぱここだけね、深く入っちゃってんだよね。締めすぎてもしかしたらダメかも。ダメかな。どこまで締めていいんだろうな。よいしょ。こんな感じ。やっぱりね、1本だけね、深く入ってるね。ちょっと緩めるかい。ということは、このナットも緩めなきゃダメか。このぐらい緩めとくか。よし。これちょっとまだ高い、ここが低いんだけどさ、どうしよっかな。これでやってみるか。そしたらあとはこういう、はいはい、はいよ。ここ一個ね、取ったから横着して整備しました。ボロボロっすよ、下回りも。
永遠に回りそうだからやめとくか。はい、これで一応元通りというかつけました。そしたらあとはこいつですね。こいつをぶっ刺して、あれ入んねえ。はい、そうぶっ刺してネジを締めましょう。このネジですね。これは19のトップスで共回りしてるからインパクトだな。インパクトで締めていきたいと思います。ゴムもあんまり良くねえな。で、穴の位置が合うように、あ、締めすぎたのか。一回緩めます。この穴に出たいんだけど、半周ぐらい回したいんですけど、回せねえ。買った、あ、でもいいとこに穴があったな。てかこれで合ってんのかな、そもそもが。なんか怪しいね、怪しいね。まあいいや、これで一応穴の位置が踏み来たから、ここでいいや。2箇所あるんだね。バリピンも純正、これは純正じゃなくてね、あのホームアシストじゃなくてね、ハードストックで買ってきました。これもちょっと曲がってんな。まあいいや、やりづれえ工具ばっかだな。これで開いて、でこっちをね、
これだけでいいと思います。外れないから。それじゃあできたのでちょっと試しにハンドル切ってみたいと思います。どうなんだろう。